ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は伊勢一泊二日の旅その9松坂城元折宣長記念館について触れてまいります。松坂城は蒲生氏郷が伊勢国12万3000石に築城した城です。廃藩置県により廃城となりましたが、立派な石垣が残っています。城跡からは松坂市内を一望できます。松坂城のすぐ近くには元折宣長記念館があります。記念館では元折宣長が実際72歳まで暮らしていた生家が公開されています。小児科医として活動する傍ら、国語学者として源氏物語古事記の研究に勤しみました。中国流の発想を取り除き、日本人本来の心を取り戻そうとした宣長の姿勢は、現在の日本人への強烈なメッセージと言えるでしょう。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は伊勢一泊二日の旅について触れてまいりました。